ここはね、勝てるでしょ。うん、はい、ということで、信長の野望対シリーズ、パワーペキットですね。仲間距離美味しいですね、野戦でね。はい。これはですね、信長誕生シナリオの小2編ですね。はい。第11話、開始いたします。ここに来てるけど、こいつらは、なんかあれでしょ、これこいつらで、どうしようか。1万4000で、あとしてるから、2万6000。やばいね。2万6000もいないぞ。こいつさ、こっからさ、こっち行け、行けるでしょ。こっち行ってもらうか、ちょっとこっから。我に続け。こいつも、こっから、こっち行ってもらおうか、とりあえず。皆の者、我に続け。負けちゃうね。ここで、地道に倒していくしかなさそうですね。手を打とう。あ、でも、ここはあれか、ここで当たっても、同数同士で当たれるから、そうでもないっていうことですね。じゃあ、この島津さんとこの辺が負けちゃうってことですね。であれば、島津さんとかをこっちに向かわせて、皆の者、我に続け。で、減らないんでしょ？で、もう一匹なんかいなかったっけ？ここに。いたよね。こいつはじゃあ、返そうか、とりあえず。返そう。こんな感じでちょっと様子見ます。ちょっとこれがちょっとサーチの場所に変わってくれると嬉しいんですけどね。方位で42日。交渉ついてますけど、これは速攻車が出るまで。あと、9日ですね。ちょっとね、様子見ましょう。なんかもう一部隊なんか4200の部隊がなんか出来上がりましたね。で、7700の部隊もなんか出来上がりましたね。どこ行くんでしょうかね。とりあえず、じゃあちょっとここら辺で様子見しときますか。ここで様子見しときます。進め！そうすると、こっから1枚1000の部隊が出てくるんだ。じゃあ、こっちも向ければ、消えないかな。ああ、消えないか。出てきたものは消えない。はい。手を打とう。そうですね。上げた拳はね、振り下ろせれないですね。はい。ではね、進めていきます。待機せよ。悪いが、この城、もらったぜ。はい、これで長宗我部さんがね、仲間になりました。ではね、来月、しっかりと、これ会社はね、来月しっかりとね、歩兵をしていきましょう。やってやろうじゃねえか。ここ向かってもらおうか。ここあたりも集まりますか。とりあえず、ちょこちょこいろんなところをついていけば、どっかしらは落ちるでしょう。はい。どっかしら貼り付けると思います。あ、これそろそろあれでしょ。交渉、速交渉ついてる頃でしょ。あと、9日ですね。じゃあ、ここで9日進みますか。あと、2日。速交渉しまーす。お、いいんじゃないんですか ?54。はい。この戦、我らの勝ちのよう。じゃあそのままね、下に行きます。いざ、参ろうか。いやー、あれしてきてもいいとは思ったんですけどね。ね。従属するって言うと思ったんですけど、言わなかったですね。報告いたす。ご命令を。そしたら、あれですね。手紙を。おー、全然足りますね。全然足りる。かたじけない。
かたじけない、かたじけない、かたじけない。はい、いいですね。はい、こんな感じで。ではそしたら、出ないね、ちょっと。結構時間かかるけど、一応出せることは出せるんですね。じゃ、こっから、3万ぐらい持ってきますか。3万ぐらい。我に続け。で、どこに持っとこうか。弓木あたり？2ヶ月かかるんですね。確かに。あ、ここ、ここ、宮戸城。うん。宮戸城あたり持ってくと、多分戦場広かったんじゃないかな、この辺って。どこが広かったんだろう。ここが1万ぐらい。1万対4600ぐらいで。こっちが5800対1万。こっちの方がいいね。あ、じゃあ、こっちにしよう。で、こっちにして、あれですね。もう宣戦布告しといていいですね。宣戦布告しておきます。で、集めてもらっておきます。大義は我らにあり。助立ちいたす。手を打とう。じゃあ、こっちから行かないと。こっちからこういう回り方でね、行きます。我に続け。じゃあこれでね、進めていきます。ここなんか、時間かかるね。ここ、水攻めですね。水攻めやっておきます。で、ここで、捉えられちゃう。でも、ここで返せるね。こっちが、あと16日。で、こいつは3日できて16日。こっちが10日。で、結構な兵できちゃうね。したら、まあ、こいつを、こっちに持ってこうか。出陣するぞ。まあ、とりあえずちょっと動かしてみましょう。これは返せるんで返します。この勝ちが明日を切り開く。こっちも狙ってるので大丈夫かな。多分いけるんじゃないのかな。負けちゃったら厳しいね、これ。勝利の光が、我が道を照らしている。先着は、先着扱いは強かったですね。はい。そうすると、もうこっちは、落としたようなもんですな。38日ですね。落としたようなもんです。もう、兵山内さん枯れてます。使いの者が来たよ。村家より、いらない。金いらない。従属してほしい。報告いたす。表情を始める。この老骨に策があります。あ、なんか長宗壁のなんかこれが、これそのまま取れるんじゃ問題ないですね。はい。じゃあ、軍事農業で行きます。これにて表情を終えるぞ。これ取ろうと思ったんですね。ちょっと鉄砲だのなんだの、全然たまらないから、あれですね。全然、あれ、
進んでいかないですよね、方策図がね。はい。あ、これあれじゃないですか。山田さん、ここ取っちゃうの？どうなんですかね。はい。とりあえず、あ、山田さん、減ったね。結構ね。うん。一気かな、こう来てるっぽいですね。じゃあ進めていきます。この志、必ずや果たしてみせようぞ。え、強豪6日、いいですね。交渉ついてるけど、別にあと4日で落ちるんでね。それはそのまま。こっちが6200集めてる。で、当たる場所はここだよね。あ、当てますね。はい。使いの者が来たよ。はい、使いの、重爆。あ、いいですよ。重爆ですね。はーい。そうするとポイント結構溜まったです。一気に、勢力で。ポイント25ポイントですね。はい。重爆してくれました。では、じゃあ、行きますか。じゃあ、行きますか。アナゴさん、行きますよ。助立ちするぞ。助立ちいたす。はい、ではですね、行きまーす。1万、とりあえずこいつはこっちだ。こいつはこっち行って、一貫使いますね。でこいつはこいつはここですね。ここはあー、こっち3300しか出せない？ひど。進め。で、ここ上限見ようか。上限見て。あー、8万。でもこれあれ、2600しか集まんないんだよね。あ、こいつは、ここに行って、ここで撃ち落としますか。進め。この1万がどこに行くかですよね。この1万のこれを、こんなところで本当に当たろうと思ってんだ、このじいちゃん。進め。まあ、勝てるでしょ。あ、こっちに来た。こっちじゃちょっと、分が悪い。行くぜ。こっちですね。進め。で、こいつが行くぞ。こっちですね。進め。これなら勝てるでしょう。で、行きます。俺、稽古をつけてやるとしよう。他に、あ、まだここにいた、ここにいた。まだ一部隊ここにいた。そしたらこの一部隊は、こっちですね。はい、すごい時間かかりますけど。進みます。あ、こんなところにもなんか、こんなところも隠れてなんかいた、あ、いますね。こんなのここら辺カットして、こんなのここら辺いらないんで、カットして、こっちも遠いんでいらないんで、いいんじゃない？この辺の舞台だけで。2400なんで、24000もいらないやつですね。8000持ってけば十分ですね。進め！手を打ちます。じゃあ、こういきます。進め！で、いいかな？あと1部隊ぐらい。1万ぐらいの舞台をこっちに出しときたいね。
このぐらいでいいかな。で、ね、なんか当たるぞ。ああ、当たっても勝てるからいいですね。まあ、こんな感じでいきます。進め！はい。で、ここは、誰かしらが迎えるでしょう。はい。報告いたす。一応。あ、多分、毛利元就には多分そのうち終わるでしょう、これ。あと3回につくかかるんだ。はい、時間かかります。じゃあ、兵糧会に貼っておきます。取引を行いましょう。待機せよ。勝てますね。騙し抜き、勝ち抜き。いやー、100なのに。それが乱世の制度よ。100なのに即ピロしなかったとは。交渉ついたけど、あと6日なんで、そのまま行きます。で、誰か止まれって言って止まったね。じゃあこいつは、手を打とう。こっち行って倒しましょう。進め！で、こいつも止まってるね。足踏みしてるね。やってやろうじゃねえか。こっち行きましょう。9200で来る。進め！多分来れないんじゃないのかな、こっちは。で、行きます。勝てるでしょ。志果たすまで、決して負けはせん。今日16日です。そろそろ天子さん、従属しますって言ってきた方がいいところじゃないんですかね。貴様ごときは我が敵ではない。はい、武将入ってましたね、仲間にも。手を打とう。競合30日ですね。早い早い早い。ガチャイ、ゆずぎません、ありがとうございます。勝って兜の王を締める。埋もるでないぞ。だいぶいい感じに。この城もらい受ける。そうするともう、もう落としきれちゃうかなってところですね。これはいらないですね。部分入場させておきますか。返します。勝てるでしょ。勝ちを重ねて天下を目指す。で、これも20日ぐらいじゃないの、多分。20日、良かったですね。いい感じです。速攻勝じゃないんで、そのまんま。いきます。志、果たせぬか。アマゴのじいちゃん死ぬの遅い。今慌ててあれですよ。こうはしなきゃってね、従属しなきゃって今言ってる方です。あー、信虎さんが、追い出されちゃいました。はい。報告いたす。ご命令を。では、歩兵ですね、していきまーす。結構取ったからね、これ。はは。承知した。はは。ああ、結構歩兵ずっとやってなかったですね。はは。承知した。
承知した。こんな感じですね。はい。今こんな感じで、ちょっと、アマゴさんとかね、じいちゃんが死ぬのは遅かったので、ダメですね。ちょっと思うようにね、従属してもらえませんでした。包囲で55日行きます。包囲で35日行きます。で、勝てますね、ここね。勝ちを重ねて変化を目指す。あと一部隊こっちに持ってかないとダメですね。これ、ここを雨傘落とせるでしょ、すぐに。あ、落ちなかった。包囲30何日、8日待てば交渉できるんで8日待ちます。あと4日。あと4日じゃあ、この位置でいいですね。他の人が来た。包囲しておきます。武将来ましたね。ありがとうございます。どこを落としたんだろう。ここ落としたんですね。じゃあ、ここから、向かいましょう。手を打とう。ここからと向かいます。37日。結構時間かかります、ね。高田城が、今ね、交渉ついてるんですよね。あと2日。立ち戦だ！勝ち時を上げよう！はい、ありがとうございます。勝ち時を上げましたね。で、先に、ここで あと1日。あと1日だから、ここ。はい、1日進めて、交渉します。で、全面解放してください。受け入れてもらえませんでした。まあ、時間稼ぎってことですね。ここをどうしたんですね。6000は、ちょっとこれは使い道ないですね、今は。あとここしかないですもんね。返します。報告いたす。表情を始める。では、軍事と論議できます。これにて表情を終えるぞ。なんかこうつきます。いろはいらないですね。なんとか太鼓。これ、士気が上がるんだったらちょっとね、取ってみたいですね。これね。果たして効果あるのか全くわからないですけどね。一応。アマゴから従属、じゃあ受け入れましょう。貴様ごとき、我が敵ではない。では、このまんまね、行くとしようか。そしたらこっちいらないね、もう、多分。いらないね。一旦返しましょう。ちょっと兵もボロボロなんで返します。でもこっちの方がいいのかな。あと14日、こっちはあと3日。あ、10日早いし、こっちを返すと。もう。あ、これ。行くぞ！あと15日早く返します。ですね、こんな感じですね。で、これも返そう。そうすると、あと残り2部隊ですね。はい。では、様子を。あれ？これ従属したんだ。でも、元隣さん、いる意味ないじゃん。何のためにずっといたんでしょうかね。はい、ということで、時間もね、結構ね、だいぶ、当初の予定も過ぎてきたので、まあ、今月は終わりましたらですね、第11話の終了していきたいなと思います。
まあ、強行で行きますか。どうせ最後なので、どうせ包囲の時間じゃなくてダメですね。強行で、強行撃アップですぐ倒せるかもしれない。とりあえず強行にしていきますか。あ、だいぶ縮まるかもしれないですね、ちょっとね。そしたら、内政をね、やってからね、11話はね、終了していきたいなと思います。先月の終始でございます。では、歩兵します。承知した。あ、そっか、あんまり起こしてはいないんだ。あれでしたもんね。従属させちゃいましたもんね。それほど数は落としてはいないですね、そういえば。承知した。そうですね、これも全部従属させちゃった感じですもんね。はい、ということで、第11話ご視聴ありがとうございました。